YouTube をご覧の皆様、フィンガータット世界チャンピオンのゲンゲンです。今日も皆さんと3分タッティング元気よくやっていきたいと思います。早速今日のテーマいっていきたいと思うんですけれども、今日のテーマはディジットです。初級編でやっていたようなこういうのは、縦に動かす指のディジットですね。で、今度は横に動かす、これをちょっと練習していきたいと思います。はい、では早速ですね、手のひらを出して指をしっかり合わせてください。さあ、親指から横に離す、反対の手もやってみましょう。3、4、それでは両手でやってみます。3、4、バラッとなってしまうっていうのが悩みだと思うんですけれども、中指と薬指をこうやって引っ掛けるようにすると少しやりやすいです。最終的にはこういうふうにやってほしいんですけども、ここのピンチ力が大事になってきます。中指と薬指を重ねてこのようにすると、人差し指を離したとき、また小指を離したときに、薬指と中指が離れないようになります。これがないとちょっと離れてしまったりするので、中指と薬指を最初は重ねてこのような感じでエクササイズしてください。それでは右から左にウェーブにしていきましょう。このような感じになります。はい、そしてですね、このディジットの横から横へのウェーブができたら、今度はですね、これを利用してスレッドをやってみたいと思います。このようなスレッドです。右手はこうですね、 W の形、左手は V の形、こうですね。こういうふうにして手を重なった状態からパッとやってすれ違ってみます。で、この場合前後に大きく動かした方がよりよく見えます。今度は逆にします。で、すれ違い戻って、すれ違い戻って、すれ違い戻って、新しいディジットのやり方、縦に指を動かすディジットではなく、今度は横に指を動かすディジット、これを覚えるとまたフィンガータットの幅が広がるので、ちょっと難しいんですけど、ぜひトライしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。